こんにちは、もたいです。今回はブルーロックとコラボをしている東京タワーまで行ってきました。まずはですね、東京タワーに行く前に空鉄でコラボドリンクを決めてから行きます。で、もたいはね、アイスに釣られてまんまとなぎくんのドリンクを買っているわけですが、今回のアイスがね、割と限界状態。お店出てすぐ取ったんだけどね、暑いんだこの日が。そしてなんやかんや東京タワーまで来ました。で、今回のコラボをざっくりとご紹介しますと、ブルーロック in 東京タワーストライカー特別課外授業でございます。そうね、なんのこっちゃって話だね。8人の迷子になっている高校生男子を救出する、そういった任務が課せられまして、大の大人は3000円かっこ税込みで参加できますって、お子さんは2500円ですね。そしてついてくるのがオリジナルピクチャーメインデッキチケット。すごい名前だ。ラリーシートブルーロック上り階段挑戦書、オリジナルキャンバスポーチ、そしてラリー成功得点がオリジナルトレーディングカード1枚でございます。毎回さ、ここを読むと滑舌文みたいになるんだよ。で、びっくりした。全19種って書いてある。特別課外授業ですが、東京タワーに特別課外授業として訪れたストライカーたちが迷子になってはぐれてしまった。かわいいな。迷子になったストライカーたちを見つけ出そう。無事全員見つけ出すと嬉しいご褒美がもらえるよ。最近怖いのがさ、余談です。お友達がね、モタイの動画を見てくれてるんだよ。字幕付きで見てんの。もう固有名詞とかはね、許してほしいの。だってモタイって変換されるはずがないから。私はそういった恐怖とも戦いながら喋ってる。そしてご親切にブルーロックイン東京タワーストライカー特別課外授業のラリーのやり方の紙までついてきます。施設内のフットタウン1階から3階、メインデッキ1階から2階のどこかにいるストライカーたちを見つけて、ラリーシートに何階にいたかを書いてね。終わったら当特設ブースのラリー答え合わせ場所までラリーシートを持ってきてね。見事全員を見つけ出すと成功得点がもらえるよ。得点交換時にラリーシートに確認の穴を開けさせていただきます。どうぞ。わからない時はラリースタッフに声をかけてね。ヒントをお伝えするよ。もったい頑張って自分の力でやりたい。迷子を見つけてみせる。あとミニアトラクションの輪投げにも参加してきました。まあ頑張ってはいるんですよ。ほら入りまして。まああとは濃厚でして。そして今回見つけ出すのがこちらの8名です。おそらく2人ずついるんですね。で、左からチームカラフル、チームラブリースイートエンジェル、チーム最後まで一緒に色、チーム前髪かき上げです。では探していきます。ここから回数のネタバレとかが入ってしまうので、嫌な方は飛ばしてください。秒数とかどこまで飛んだらいいか書いておきます。多分私動画出すの遅いからもう終わってるかもしれないけど、期間が。まずはですね、結構わかりやすいところで2人がいました。チームカラフルは結構わかりやすかったです。もっと周りの風景とか撮ろうと思ったんですけど、もうなんかね、暑くてね、結構飛ばし飛ばし何の情緒もなく行けます。チーム最後まで一緒に色も見つけました。でもさ、ここメインデッキなんだよ。迷子じゃなくて観光してない？これが展望台ウォールラッピングというものかしら。素敵。ということはこの子たちの立ち絵パネルもあるかもしれないってことでしょ。希望は捨てないわ。絶対見つけてみせる。で、この日の私はこんな格好でしたわ。で、全然見つからなくて、この後、そう、まだあとチームラブリースイートエンジェルと前髪かき上げが全然見つからなくてさまよったわ。でも絶対にヒントを教えられてなるものかと思って。もうなんなら私も迷子よ。近くでさ、おちびちゃんがウェンウェン泣いてるの。私だって泣きたいよ。でも大人だからこらえてるの。ねえキラーくん、知らないイサギくんたち。バローくん、バローくん、無視しないでよ。ニコくん、ニコくん、こっち向いて。ねえ、無視しないで。うわ、ひどい、ひどい、ひどい。ちょっとやり直します。キラーくん、キラーくんに会えるのめちゃくちゃ嬉しい。君のアクスタが欲しいです。バローくん、アクスタないな私。ごめん、買うね。で、あのニコくんは、うわ、時間切れ。何がしたかったんだ。ちゃんと探していきます。やっと見つけたぞ。だってチーム前髪かき上げさ、周りと結構同化してるのよ。東京タワーグッズに囲まれるとね、割とわかんない。二人ともイサギくんとバチラくん知らない？ここのメンバーなら聞きやすい。ねえ、イサギくんとバチラくん見なかった？どこにもいなかった。全然見当たらないの。あの子たちほんとどこにいる？もう私足がパンパンだよ。教えて。もう先入観をなくしましょう。まさか1階にいるわけがないというこの先入観をなくしましょう。いた！もう1階じゃないか。
全然迷ってないじゃないか。心配ばっかりかけて、迷子じゃないもん、こんな近くにいるんだもん、聞いてる？まあ可愛いからいっか。で、こちらが今回の特典などなどでございます。で、こちらがさっきのラリーで必要だったものですね。で、このポーチがありがたかった。もう何でもかんでもこの中に入れたよ、この日は。こちらがブルーロック上り階段挑戦書でございます。600段あるんだ。でもね、私は登らなかった。暑くて。でもどうせだったらって思って、下りは挑戦しました。今日はもう足プルプルです。こちらがメインデッキチケットですね。もう一つメインデッキチケットがついてくるんですよ。それでメインデッキに入った形です。これはね、記念品かな？全然人の話を聞いてないんだよね、私ね。で、こちらのしおりは、私が濃厚をかましていた輪投げの景品でございます。そしてしおりはこの子たちが来てくれました。私ね、もうこの3人組が大好きなんですよ。この3人組。ありがとう。なんか美味しそう、色的に。うわ、いいね。ほら、見て、この表情筋、見かけるうくんの。いやー、もう、愛してやまないよ。でね、一番嬉しかったのがね、このプリプリのバチラくんで、ほら、見てごらんなさいよ、この、もうちょっと見て。真剣に見て。はい。ほら、もう可愛い、プリプリだよ、プリプリ。うん、嬉しい。よかった、やって。なんでついてきたのか覚えていない。ポストカードでございます。でね、キラくんが来てくれたの。で、今回のラインナップを見て、普段ね、グッズ化の機会がちょっとね、少ない子が来てくれたら嬉しいなと思ったんですけど、キラくんでした。もう、ありがとね、キラくん。そしてこちらがラリー成功特典のものです。さて、誰が来てくれたでしょうか。やりまして、お国神くんですわ。最初はね、全然ランダム国神くんが来なかった人だったんですけど、サンリオブルーロックコラボのラバストガチャをね、もう引きまくったらね、あれからもういい感じで来てくれます。運命が狂ったね、国神くん。そしてまた空鉄に行きます。帰りも空鉄で飲んで帰ります。楽しい一日でしたわ。次は空鉄コラボの動画が出ると思うので、楽しみにしていてください。